こんにちは、兄です。今日はね、なんかちょっと変な感じだと思うんですけども、おもちゃの置き場所がなくてね、困っているっていうことをね、友人に話したところ、まあその友人がね、不動産関係の仕事をしていて、まあそしたら部屋をね、借りたらいいじゃないみたいな感じになって、部屋をね、借りるほどお金ないから、無理無理みたいなことを言ってたんですけども、とりあえずね、見るだけタダなんだから見てきなよみたいな、そんな感じでですね、今日、お部屋を見に来ております。それじゃあ見ていきましょう。玄関はね、今ここから入ってきたんですけども、入ったらね、1畳ぐらいのなんか玄関フロアみたいなのがあります。そしてここが、はい、靴箱ですね。お、靴箱結構いっぱいあるな。こんだけありゃ十分ですね。そしてこの横の扉は何だろう、トイレかな。トイレにしちゃなんかあれだな。はい、いきなりあれだ、収納があるんだ。ここあれだね、ここにかけるところあるから、コートかけたりとか、外から帰ってきてすぐもうここで上着脱げるっていう感じになってるんだ。あ、いいね。で、これは電気、ここかな。あ、ここの電気、こっちは、あ、これもそうだ、2つね。これまあどっちでも押せるってことで、それでは中見ていきましょう。よいしょ。はい、おお、明るい、白いね。そして結構奥行きがある。声が急に響くようになった。よし。いや、やっぱなんかこの、なんて言うんだろう、誰もいない部屋っていうのすごいいいね。はい、キッチン結構しっかりしてるんじゃないこれ。IH キッチンで、うん、収納もなんかぼちぼちあるし、上もこんな感じ。換気扇がなんかすげえ立派な換気扇ついてんな。反対側に扉があって、ここがなんだ、はい、トイレです。ここのね、こっからね、ここまで、この廊下的な感じなところ、これがねすごい広い。人がね2人立っても大丈夫、すれ違えるね。これはすごい嬉しいかも。だからここの部分に棚とかをちょっと置いて、食器棚みたいなとこ置いてもスペース的には全然大丈夫で、こういってへこみがあります。これ冷蔵庫でしょ、ここ冷蔵庫だね。上までもうずっとへこんでるような感じで、うん、でコンセントがあそこにある。結構デカめの冷蔵庫も全然いける感じですね。そしてここの扉、ここが、はい、洗濯パン、はい、お風呂です。まあそんなに大きいお風呂じゃないけど、でも一人暮らしだったらこんだけちゃんとお風呂に入れればいいよね。なんだろうこれ、浴室乾燥か。でついにね、メインルームなんですけども、メインルームはねこんな感じです。6畳ぐらいはあるな、7畳あるかな。6畳より広いような気がするけど、うん、なかなかスペース的にはそれなりにありそうですね。玄関のインターホンとお風呂の追い焚きとか、お風呂行かないでここでピッと押したら準備できるっていうことですね。壁紙が随分おしゃれだね。うん、あれここだけか。あ、ここだけだね。こっち側はなんかこう細かい格子模様で、こっち側はなんか正方形のすごい、分かりにくいかもしれないけど、ちょっと壁紙が変わっております。ベランダもありますね、しっかり、うん、洗濯物も干せます。あそこに収納がまたありますね。ここはこっち側にまあテレビを置いたりとかかな、テレビを置いたりとか、ローボードを置いてテレビを置いてみたいな。そこにアンテナがあって、こっち側にコンセントですね、電話線とかもここにあるから、まあ、こっち側にそのローボードを置いてみたいなことを想定して配置されてるみたいですね、うん、で、反対側ね、こっち側から行きましょう。はい、うん、まあ、ベッドを置いてみたいな感じかな。で向こう側に机とかね置いたりとか、まあ、あとは何だろう、よくわかんないけどそんなことを想定しているのかな。壁一面なんかこうね、おもちゃを飾ったりする棚を置きたいかな。でも、まあ、テレビとかも置きたいし、あそこに電話線もあったりとかだから、うん、そっち側にパソコンとかかな、パソコン置いたりとか、そういうことをして、まあ、
なんかなんだ俺住むわけじゃない、なんかすげえ現実的に考えてるな。いやー楽しいね、楽しいんだけど、ね、絶対借りれないんだよ。お値段がね7万円弱ぐらいちょっとね。はい、そういうわけで、ね、賃貸のお部屋をちょっと見させていただきました。まあね、借りるわけではないんですけども、友人がね動画のネタにでもちょっと動画撮りながら見てきたらみたいな感じでね言ってくれたんでありがたいです。ありがとうございます、うん、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。